今日はね、この置物、起き上がり拳、これをちょっと描いてみたいと思います。ちょっとこれ、材質が硬いから、なんか何で描いてもいいらしいからね、なんか割り箸でね、割り箸で描いてみたいと思います。今ね、ちょっと練習して、なんかいろいろ描いてみたんだけど、割り箸で描くと、なんかこういう、毛の動物のこの毛の感じとか、こう細く描いたりとか、ちょっとこう硬く描いたりとかできるのが分かったので、今ちょっと描いてみたんだけど、なので本番でこれちょっと描いてみたいと思います。硬い感じが出せるんだよね、割り箸で描くとさ。意外と描けるんだよ、これ。こういうのつけて。で昨日ちょっと動画で学んだんだけど、なんか大きくね、大きく描くのがいいらしいから、ちょっとこの、下にさ、なんか引いて、はみ出してもいいようにちょっと描いてみようかな。立てて描けば大きく描けない。ああ、なんか立てて描くと大きく描けるね。かすれていい感じだわ。かすれが出て。
感じ。うん、ちょっとこう木の年輪が入っちゃう。こんな感じかな。色を見てみようか。色は最初赤。赤で、黒、黒を墨で塗ってみよう。黒、耳も黒。下地の最初の下地が消えちゃうまずいんだから、消えないようにね、でちょっと白いとこ残しながら、でここが茶色。焦げ茶色って感じかな。焦げ茶色。この色か。こんな感じでいいのか。で、影がグレーだね。影がグレー。グレーって言ったら白？グレーか。このままで。影のつけ方がちょっとまだわかんないんだけど、腕の先っちょをちょっと濃くした方がいい。こんな感じ？影。ブルーかな。強くなって
気にしない。気にしないだね。何があっても気にしない。転んでも起き上がる。絶対転ばない。なんだろう。転ばない人生。起き上がる人生。負けない。何がいいんだろう、言葉選びが考えちゃうよね。起き上がり拳の分、起き上がり拳、起き上がり、こぼしはすぐに起き上がる。すぐに起き上がる。すぐに起き上がる。元気。すぐに起き上がる。強さ。強いって感じでどう書いたっけ。漢字が書けない、全然。こぼし、極まり、今日の絵手紙は起き上がりこぼしを書いてみました。すぐに起き上がるからね、倒れないから、こういう人生になりたいなと思って、何があっても倒れないね。もう漢字が書けなくなっちゃってさ、強いっていう字を忘れちゃって、すぐに起き上がる強さにしようと思ったんだけど、なんかすぐに起き上がるだけでもいいかな、これだけにしました。すぐに起き上がる。